はい、皆さんこんにちは、柳下と申します。本日は NHK の朝の連続テレビ小説ちむどんどんの第2話の解説と感想をお届けしてまいります。まあ第2話でまだですね、始まったばっかりなんですけれども、意外と今回はですね、情報量があったというか、いろいろなものが判明してまいりましたので、解説のところもですね、しっかりとしながらですね、私個人として今回の第2話どういうふうに、感じ取ったか、そしてこのドラマを見たことで今日1日をですね、どのように有意義に過ごすかという話を最後にさせていただければと思っております。音声のみでもですね、十分楽しんでいただけるコンテンツとしておりますので、ながらでですね、お掃除しながらとか家事しながらでも、お聞きいただければと思っております。では早速本題の方に入っていければと思うんですけれども、本日も全部で4つお話をさせていただきます。まずですね、本日のご挨拶ということで、この動画どういう動画かと申し上げますと、昨日から放送開始したちむどんどんに関してですね、前は放送直後にさささっとですね、資料をまとめて、振り返るトーク中心の動画となっております。で、動画の中身の構成に関しては、解説、感想、そしてエピソードトーク、言い換えれば雑談レベルではあるんですけれども、そういった形でですね、ラジオ的な形で楽しんでいただける構成としております。またですね、解説に関してもサスペンスドラマとかそういったものではございませんので、こう伏線がどうだこうだとか、そういった難しい話をするわけではございません。あくまでもドラマをですね、振り返るという部分を中心に解説をさせていただきます。で、ゆったりとですね、ドラマ朝の15分もしくはお昼、その他の再放送の時間、録画でですね、皆さんがドラマを楽しむ一助になったらなというふうに思って、開始をいたしました。では早速ですね、今回のちむどんどんの第2話どういう話だったのかということを整理させていただきました。まず第1話同様にですね、信子はとにかく食への熱意がすごいということが描かれました。これは見ていて微笑ましくなるようなですね、こう食べ物を目にした時にキラキラしたり、食べながら美味しそうな表情をしたり、そして今回は東京土産のもなかを食べた時にあんこの食レポが非常にうまいということでですね、もう見ていてこっちも楽しくなるような食の描き方が本日もされておりました。そしてですね、今回、いろいろと賛否両論ある描写かと思いますけれども、非常に豪華なお魚料理をですね、結果的にはお母さんの判断というか提案によってですね、病気で苦しむお母さん寝たきりの家にですね、それをお裾分けするということになりましたけれども、そこでみんながどうしようと悩んでいる中でですね、よし、そうしようという形で決断したのは主人公の信子でした。信子にはそういったお裾分けの精神であるとか、4人兄弟の中、4人姉妹の中でですね、人一倍正義感のある女の子なんだなということも、この描写から明らかになったなというふうに思います。またこれはですね、すごく重要な情報ではないのかもしれないんですけれども、両親は借金をしているということが今回の第2話で判明いたしました。もちろんですね、借金にもいろいろな、今現代においてもそうですけれども、いろいろなものがございますので、おそらくこの両親に関しては、借金をしながらコツコツとそれを返していっているような状態なのではないかなというふうに思います。この時代はですね、4年の話なので、沖縄が日本に返還される直前の話でございますので、当時のその経済的な事情であるとか、しかもその山奥というかね、町の中心で生活している家族ではないので、その生活状況においてどの程度お金が必要、もしくは収入がどの程度あったのかということまではちょっと現時点では私は測りかねておりますので、現時点ではとにかく借金をしていると、裕福ではないという部分だけですね、抑えております。ただしこれに関しては第1話でも描かれた通り、町の皆さん非常にこうお裾分けであるとか、付け払いであるとか、様々ですねしている状態で協力しながら生きている形でございますので、もう明日どう生きればいいのかというレベルで困窮しているのではないんだなということは、第1話第2話と見てくると分かるのかなというふうに思いました。
そして今回は信子の両親の、心模様というのも描かれました。まずですね、お父さんである賢三、そしてですね、和彦のお父さんである信彦、この2人ですね、夜の、お母さん含めた3人での会話の中で、戦争で生き残ったことに対して罪悪感があるということが描かれました。建造で言うとですね、中国をあちこち転々としていたということが描かれておりまして、文彦に関してはですね、もともと沖縄にいたけれども異動となって沖縄から、出たことによって、もしかしたらそれがなければ、今命がなかったかもしれないということが描かれました。で、冒頭のところでお父さんが感謝とね、謝罪を天にしておりましたけれども、やはりこれは生き残ったことへの罪悪感ということが、謝ることに、であるというふうに私は解釈をしております。私もですね、祖父母がおりまして、まだ、生きている祖父母、もう90歳近い祖父母いるんですけれども、戦争の話とか時折聞くこともありましたし、高校生ぐらいまでですね、ひいおじいちゃん、ひいおばあちゃんも生きておりましたので、戦争の話いろいろと聞きました。で、従軍していた、方は、残念ながら直接話を聞くことはなかったんですけれども、やはりですね、その当時を思い出すと、こう心がざわざわしたり、喉、食事が通らなかったりですね、夜眠れなかったりするということを聞いた覚えがあります。ですので、この下のところ一番最後に書かせていただいた優子、お母さん最後涙しておりましたけれども、那覇出身で空襲の経験もあるということで、これはですね、一種、戦争における、心を蝕んでしまっている悲しさであるとか、残虐性であるとか、そういったものゆえにですね、涙を流したのではないかなというふうに私としては解釈しております。もしかしたら間違えた解釈かもしれませんけれども、間違えた解釈の場合は、今後描かれる中においてですね、そういう涙だったのかということが分かってくると思いますので、そのタイミングで改めて訂正をさせていただきたいと思います。で、今回の第2話を見ての私の感想なんですけれども、まずですね、これ、私、初回と2回目と両方とも NHK の通常の時間の放送、つまり午前8時からの放送を見てですね、動画作っているんですけれども、とにかく美味しい食べ物がどんどん出てきますね。で、私今35歳なんですけれども、例えばですけれども、今回出てきてませんが、朝からこうハンバーガーとかね、そういったものが出てくると、それを食べたいとはあんまり思わない、朝一から35歳の年では厳しいものがあるんですけれども、これいい塩梅にですね、お豆腐が出てきたりとかね、そういった新鮮なというか、なんか体にすごく良さそうなヘルシーな食べ物とかが出てくると、それが逆にすごく食欲をそそるところがありまして、朝一なんでね、その後ご飯食べればいいんですけれども、非常にそういった意味で美味しそうな描写が重なっているなというのを褒め言葉として思います。そして今回の第2話は、今直前のところでも話した通り、戦争の話とかも出てまいりましたので、子供の純粋さ、けなげさと大人の儚さのコントラストというのが非常に素晴らしいなというふうに思いました。またですね、お母さんの優子がそうなんですけれども、非常にお人よしであるという部分が描かれていて、これに関しては、確かにちょっとやりすぎなお人よし感っていうのも、醸し出されております。それは今後のストーリー展開に生かされるんだと思うんですけれども、バランスはちょっと悪いなというか、お人よしすぎるなと正直思う部分もありますけれども、悪いとは思えないですよね。なかなかやはりこのお人よしのバランスっていうのは、現代生きる我々としてもですね、難しい部分があるなと思います。またですね、借金に関して云々ってところはまだ描写が少ないので、現時点では仕方ないのかなという解釈なんですけれども、戦争で生き残ったことの苦しみっていうところはですね、当然ですけれども、私1986年生まれで戦争を経験していない世代でございますので、その苦しみというのはきっと我々の想像を絶するものなのではないかというふうに思います。
また今回ですね、第2話の最後でお母さんの優子が泣いておりましたけれども、まあ、その涙を見た信子が明日以降ですね、どう動くのかというところは非常に注目するポイントだと思っています。もともと正義感の強い子ですけれども、お母さんの涙を見てより正義感が増していくのかななんてことを思ったりもいたしました。はい、ここまでが一応今回のですね、話の解説と感想なんですけれども、最後にちょっとエピソードトークを展開させていただきたいと思います。今回の第2話を見て思ったことはですね、子どものけなげさの重要性でございます。まあ子供たちはとっても今回のちむどんどんけなげですよね。で、まあ現代の子供たちともそのけなげさっていうのは共通する部分あると思います。一方でですね、ドラマにおいても現代を生きる我々においてもですね、大人たちというのは心にしこりを抱えているなというふうにも思います。で、しこりというのはですね、大人として人生の経験を積む上でそれは仕方がないことだと思いますけれども、童心も大切だよなというふうに思いました。まあ、やはり人というのは元気がない時にもちろん寝れば治る、時間が経過すれば治るということもありますけれども、人に慰められたり、もしくは赤の他人だけれども笑っている姿を見たりすることでですね、元気をもらうこともあります。まあ、今現代生きていて、もし皆さんも一人暮らしだったとしてもですね、このコロナ禍で人と会う機会が減ったとしても、街を歩いて、そして公園を見渡せばですね、笑顔の子どもたちというのはたくさん見れる環境、状況にございます。その状況っていうのは、意地悪な見方、冷めた見方をすると、子どもたちを見てですね、大人になったら大変なんだよというふうに思われる方もいると思いますし、私自身もですね、心が狭い時はそういうふうに思ってしまうこともあったかなというふうに振り返っています。なんですけれども、実際はですね、大人たちよ、子どもの頃の純粋さを取り戻せというようなメッセージをその子どもたちから受け取れるんじゃないかなというふうにドラマを見て改めて思います。ニュースであるとか SNS であるとかですね、今インターネットを容易に使うことができる時代においては、スマホを見るとですね、そういった憂鬱なものがどんどん目に飛び込んできます。まあ、テレビもそうですけれども、世界情勢も不安定な中ですので、憂鬱な内容情報が多いと思います。もちろんそれらというのは自治性ということで、大人としてですね、知っておくべきニュース、事象もございますけれども、でも溢れ返りすぎている、すべてを大人は浴びる必要というのは私はないと思います。空を見れば青いですし、海を見れば青いですし、桜が散った木も緑が色づいてくる美しい季節に入ってきておりますし、町の子どもたちは笑顔を絶やさずに遊んでおりますし、周りを見渡すとですね、美しいこと、楽しいことというのは実はたくさんあるなというふうに改めて今回の第2話を見ると思いました。まあ、そんなけなげさというかですね、ちょっと目線、視線をですね、上であるとか外に向けることでですね、今日という日ももっと楽しく生きれるのではないかなというふうに今回の第2話を見て思いました。まあ仕事にですね、どうしても追われてしまっていたり、せわしない日々の中でですね、なかなか大人というのは余裕が生まれないものかもしれないですけれども、まあドラマを見てですね、こういった子どもたちのけなげさに少しでも癒されると、日々は少しでもですね、明るいものになるのかなと思いました。まあ、それをですね、私の動画では、より気づきとして皆さんにお伝えできるように、このような雑談も日々展開していければと思いますので、引き続きお楽しみいただければと思っております。はい、本日は以上となります。明日も展開してまいりますので、ご視聴いただければ幸いです。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。